ヤガジ？ヤガジ曲。いや。ヤガ。ヤガジ曲ができない。カキヤガジでいいよ。ヤガジ。ヤガじゃなくてカがヤカチヤカチになってヤガジになってる。ヤガでしょ。ヤガ。そういうことか。うん。ヤガジ。うん。木ができないよ今日。ヤガジなくて両方線運転してるから見れない。南根漁港かな。ヤガジはあの学校の近くでしょ。学校の近くってどういうこと。ヤガジ空港ってこと。じゃあ学校の方に行くんでしょ基本的には。うん、だから道を覚えてるよねってこと。覚えてるでしょ。覚えてるけどっていうかあの今おじいちゃんおばあちゃんの家に行く方向でいいんでしょ。いいよいいよ、そちらへんだもん。でそこからあそこで売ってるよ餌。あのファミリーマートね。うん、釣り竿売ってるよ。竿は売ってない。竿は売ってないけど釣り竿は売ってる。シーランドじゃ行かないでいい。餌買うだけでしょ。うん、だったらいいよ。シーランドの方が高いと思うし。そうなの。そうだと思う。シーランド高い方だよ。うわめっちゃ混んでる。なんでこんなに混んでるんだ。何この渋滞。どうぞどうぞって言っても行かないのか。こっち見てなかったからじゃん。うん、なんでこんなに渋滞なんだろうね。日曜日だから。うん、違うよ、ずっと雨降ってたから。左に行けば運転と。左に行くのじゃ。いや行かないよ。左に行ったらもう飛ぶよ。けどどっちからが近いの。矢ヶ島はまっすぐ行った方が近い。おばあちゃん家の方が行った方が近いと思う。運転口左ってなってるね。14キロ矢ヶ島でいいの。運転口なのどっちなの。矢ヶ島でいいです。いや運転口も14キロだから遠くはないよ矢ヶ島ね。うん、なんか特地漁港やあるね。ん、特地漁港みたいな名前が結構ある。特地港ね。あ、こうだったわ。でこれは何なの。ベイトロッドとベイトリール。もう一回何。ベイトロッドとベイトリール。ベイト。ベイト。ベイトってどういう意味なの。わかんない。ベイトロッドってこのクスクスこれのことロッド。うん、これ反対じゃん。ほら。あ、本当だ。これのにこっちにもさ持ちやすいようになってるわけよ。こうやって反対に。こうやってこうやって。なんで反対。これ上なんで上につくのリールが。うん、上がいいの。理由があるの。理由はね、よく飛ぶ。こんな感じでブレーキっていうのがあるわけよ。よく飛びすぎてこっちがグシャーってなるわけよ。あのこのルアーがあるじゃん。飛ぶじゃん。こっち糸があるじゃん。糸の方が先にブワーっていくわけよ、飛びすぎて。うん、だからここがブワーってなるわけよ。バックラッシュって言うんだけど。バックラッシュ。バックラッシュ。バックラッシュ。だからこっちで、ま、ブレーキって言うんだけど、うん、ブレーキで止めてから糸を、うん、糸を止めてこっちのルアーの方が先に行って、うん、バックラッシュしないように調整するわけ。うん、ブレーキっていうかこのあの飛びガーって行かないように飛びにくくするっていうか出るのがゆっくりするやつがあるわけ。そう、糸を出ないようにするわけ。ああこれが渋滞の原因か。マクドナルドか。
マクドナルド渋滞なんだ。マクドナルド渋滞って変な言語が待って、いや、マゴでもか、ギノワンでもだよ。マクドナルド渋滞だよ、今。そう、今マクドナルド渋滞がマクドナルド流行ってんだ。マクドナルドが流行ってるわけよ、コロナだから。わ、すげえ、マクドナルド渋滞だったんだ。すげえな、マクドナルド渋滞って。すっごいすかなったね。ここにもブレーキはこことここ、あと自分の手、指でもこうやってから調整できる。こうやって飛ぶの自分の手が一番やりやすい。メカニカルブレーキ、こっちマグネット式ブレーキ。どれが見えてなかったから映してるわけ。ここがメカニカルブレーキっていうやつで、これがマグネットブレーキ。メカニカルブレーキは手のこと？これ。これ？うん、手は手って。あ、これ回したらちょっと変なんだよ。あ、ダメなの？動かしたら。誰が調整したの？ノズが。ゼロポイントにしないといけない。これさ、下げてたら横にピラピラピラするわけよ。ゼロポイント？うん、それがちょうどなくなる場所がゼロポイントって言われてる。ゼロポイント？うん、言われてるだけで。これドラグね。ドラム、ドラグ、ドラグ。うん、スピニングリールもね、ついてるやつ。スピニングリール、いつも使ってたのがスピニングリール。うん、これがベイトリール。ベイトリールに対してベイトロッド、ベイトロッド。ちょっとは分かった今。ベイトリールのためのロッドがベイトロッドだけね、うん、普通のロッドは反対だから使えないわけね。一応うわー、ここの渋滞の原因も分かったよ。はい、うん、これは仮免許渋滞だ。そう、仮免許の人が三栄に入ろうという、そこで三栄の前で混雑してるのに三栄に入ろうという混雑。三栄やばいことなってる。うん、仮免許の練習をこんな渋滞を引き起こすとこでやるっていう。あ、流れたよ。しないでしょ。ルアーするよ。え、今日ヤガジでルアーするの？ヤガジはルアーがいいんだよ。そうなの？そうだよ。ヤガジはルアーのこれをやるわけね。これをやるんだよ。あ、これを使いたいわけね。うん、じゃあ別に未順じゃなくてもよかったってことでしょ。未順はこれじゃないでしょ。じゃあ未順の方でこれ使ったら、うん、ガツとかが釣れるかな。なんで？ミジンを狙ってきてるやつが捕まえられるから。これで別にミジンやってもいいの？これでミジンできるよいちょ。ちなみにこれどこで売ってたの？アマゾン。アマゾンで買ったのこれ？うん。いいやつだからと。リールがダイワで、サウガーブガルシア。アンダルシア？アブガルシア。アブガルシア。うん。どっかの国の名前？違う、メーカーの名前。アブガルシア。アブガルシア。こっちに書いてるじゃん。アブガルシア。ベイトリールめっちゃ飛ぶやつ、100メートルとか飛ぶから。ルアー投げたら。なんかありそうだね、狙ったとこに当てる競技とか。ルアーで、ルアーでこのなんていうの、的倒す。あ、最初にベイトリールで挑戦するときにバケツにピュンって入れるやつある。うまい人入れきれる、バケツに入れきれる。うまい人3回目ぐらいで一応液もできるかなって思っただけで液も持ってきたけど。
日も飛ぶでしょ、行くの。ああ、多分元部も釣れると思うよ。うわ、元部はやめから行くと場所と元部信号局とかめっちゃあるんだ。何言ってるか分からなかった今。元部新漁港とか山川漁港とかいろんな漁港があるよって。こっちがまた混み始めたな。そうだね。ここめっちゃ混んでるよ。いつも混んでるの？ああ、何時か知らんけど。朝7時半ぐらいになったらこんなになる。ここが？うん、7時半過ぎた頃になるから。なんでこんな北に行くのに混むんだろうな。知らないな。モーレかな。モーレ？モーレ。モーレって何？お店あるじゃん、モーレって。何のお店？生協みたいなものだね。生協。店長お店よ。ユニオンみたいなもの。そう、ユニオンみたいなもの。だいたいユニオン。ないの？あの沖縄の。モーレはわからない。モーレわかんないか。モーレって何かの言い方だった気がするけど、もう忘れたわ。シートもっと後ろに寄せたら、そしたら映る。これ？シートこれ下。これでこっち引っ張って後ろに持っていけないかな。これを左に。左？うん。してよし。こんなことよし。行かないよ。あ、こっちのこれこうだ。下？うん。だからレバー引っ張るのね。引っ張るの。その下レバーの下。下に？うん、なんかクリョって引っ張るのね。いや、そのあ、これの、これを後ろに持ってる。もう終わりだよ、これ。いや、お父さんのよりもっと後ろに来るんですよ。お父さんのやつ、これほら、いけるよ。お父さんのいけないわ。いける、いける。ほら、ここでぶつかってるじゃん。いや、いける、いける。ほら、いけないよ。足が届いてないだけか。ほら、オッケー、はい、ここ、はい、ここ、ここ全然いけないよ。いけると思うけど。ほら、お父さんと同じぐらいだよ。違うよ、お父さんの方がもっと後ろに行けたんだってば。足が届かないからできないんだよ。いや、ちょっと行ってるよ。でも、できないよ。直すから、はい、引っ張ってごらん、ここじゃない、ここじゃない。ここでしょ。うん、あ、やって。前に行ってごらん、一回。で、後ろに。ほら。もう一回、もう一回。はい。できないじゃん。本当だ。でしょ？
なんでかな。知らないよ。面白いだよ。でもいや、いけると思うけどな。スタンドでガソリン入れる。その時トイレは、トイレ。いいよ、どうぞ。食べてないから全然。うわ、オートバイいっぱい。入れたんだったか。ガソリンを入れたんだったか。ちょっと待っててね。本当だ。本当だね。同じぐらいでしょ。でもほら、じゃあお父さんがもっと後ろまで下がるわけよ。てかあれ人力だよね。どれ？これここの、これ人力だよ。この分子はさ人力じゃないけどさ、ずらす。釣りじゃん。ああ、潮干狩り。いや、あっちで釣りしてる人いる。あっち。草履持ってない？お父さん今日草履。僕も持ってないわ。別に一緒は濡れても。何？鳥がヒョ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 。鳥が来てから魚がめっちゃ暴れてた。そしてバスで見えてるぐらいにめっちゃピチピチしてた。暴れてた。こっち左？だから餌買わないでいいの？餌使う釣りなら必要だけど。だからルアーでしょ？うん。だから今潮引いてるじゃん。うん。だから買わなくていいと思う。餌使うときは買ってから。戻ってくるってこと？買いに。いや、ヤガジは餌使わなくていいと思う。じゃあそのまま行くよ。うん。ヤガジはリング釣りが多いからね。ビビビビビって、満潮の時こっちでめっちゃビチビチしてた。こっち時々ボラも来てたよ。なあ、鳥いないやね。違う、石か。こっちは潮干狩りでめっちゃ貝いるよ。ビジュンじゃないか。釣りしてないやね。どれ？あれ潮干狩りじゃん。そう、竿持ってないから。全部潮干狩り。これ潮干狩りだよ。なんかバケツみたいの持ってるね。そう、ここめっちゃ潮干狩り貝いるわけよ。貝？貝、こっちめっちゃ貝いる。ここヤガジビーチ。ヤガジビーチか。うん、ここがめっちゃなんか泊まってる人が多い場所です。キャンプね。変わったらしい。うん、前と違う。遠足変わったらしい。うん、違うんだって。遠足場所ヤガジのこっちじゃなくてビーチじゃなくて。ヤガジだよ、もうそろそろ。そうだよ。どこに行けばいいのかな。一旦止めてから探さないといけないじゃない。
若野の道。道のぞ行ったことないんだよ、矢ヶ地漁港。矢ヶ地漁港を探さないといけない。そうだね、矢ヶ地漁港。携帯でマップ見るか。それか。ガソリンスタンドあるんだな。あ、あるよ。ちょっと止めて探すか。ヌズが調べる。うん、待って、調べるから。ヌズ調べられるよ、一瞬で。うん。一瞬でできるから、うん、この方が映りがいいんじゃない？そうだね、ね、うん、そうだね。よし、じゃあここからまっすぐ行ってどうぞ。今干潮なんで。うわ、綺麗じゃん、こっち。そうだね、めっちゃ綺麗。うわ、めっちゃ綺麗だね。うわ、だからか。ここのことをリーフって言うわけよ。うん？ここのことをリーフって言うわけよ。リーフっていう砂地だから、そこを歩いてってからプスーって投げるわけよ。強引だな。うわ、まあ誰もいなくなってる。あそこってしといて。こんな感じです。今強引でランクルで生きてるんだ。別に強引でも普通に余裕だ。余裕というか、普通車。サングラスは？わかんねえ、あっちでやろう。どっち行くの？結構すぐ、あんまりそこまで行けなそうだよ。
生抜けない。じゃあ死ぬまで。どうぞ、これすぐ、すぐ膝上まで来るよ。わ、冷た。冷た。泳げる 水温だな、これ最初だけだね、冷たいのね。あ、また浅くなる。もうずぶ濡れだね、腰まではね。あ、通りが抜けた、通りが抜けた。やっぱりこれはどうぞ、あそこの色が変わってるところがいいんじゃない？うん。まずとりあえずあっちまで行かないと、風で、向かい風だよ結構。あ、あそこの方の岩のとこに行く？うん、あっち行こう、あっち。なんとなくあそこいそうな気がしたんだけどな。浅くなって、あっち行こう、あっち。最初の気分が、あの芝目指して。だから浅くなってくるわけよ、また。で、帰るとき気をつけないとね。浅くなっているから深くな、真ん中の深いところが通り越せなくなるから。同じことしてるお父さんと。だから浅くなるからいいけど、戻るとき真ん中深いところ気にしないと。めっちゃ遠いよ車。ほら。満潮になるから。だけど途中でだから、お父さんがだいたい覚えてるから今、ここで腰ぐらいになったら戻らないと、ノーズは泳ぐことになるよ。ほら、この辺のなんか黒い岩がいっぱいポツポツあるところがいいんじゃない？そうだね。っていうか、変更するクラス見えるの、魚。暗くなればいい。じゃあさ、水の中が見えるかどうかだ、今日。
ね。